議運理事より本日の日程について報告があります。緑川道議会議員、本日の本会議は午後1時から開会いたします。本日の議事は裁判官殺人委員の辞職および各種委員長の選挙並びに6委員会9件の議量であります。まず裁判官訴追委員の辞職の件についてお伺いし、引き続いて各種委員等の選挙を行います。この選挙は動議により手続きを省略して議長が割り当て会派の申し出の通り指名をいたします。次に予算委員会の日程第1及び第2、平成27年度補正予算2案を議題といたします。委員長の報告の後討論を行います。討論者は4名でありますが、我が党から討論は行いません。採決は起立採決で行います。次に内閣委員会の日程第3、一般職給与法改正案及び日程第4、特別職給与法改正案を一括して議題といたします。採決は2回でありまして、それぞれ起立採決で行います。次に総務委員会の日程第5、地方交付税法改正案を議題といたします。採決は起立採決で行います。次に安全保障委員会の日程第6、防衛省給与法改正案を議題といたします。採決は起立採決で行います。次に法務委員会の日程第7、裁判官報酬法改正案及び日程第8、検察官報給法改正案を一括して議題といたします。採決は1回でありまして、起立採決で行います。次に議員運営委員会から緊急上程の秘書給与法改正案を議題といたします。採決は起立採決で行います。本日の議事は以上でありまして、終了時間は約1時間でございます。次回の本会議は追ってご連絡をいたします。以上であります。ただいまの報告は